マジか。どうも、ルッキーでございます。見ていただけましたでしょうか。ありがとうございます。本当にね、びっくりしました。50人突破いたしました。ありがとうございます。いやー、やっと50人突破いたしましたね。皆様のおかげでございます。ここまでね、長かったようで短かったようで長かった。いやー、もうどっちかというと長かったっすね。長かった、実際のね、知り合いの方も登録はしていただいてるんですけど、50人はいないので、実際に僕の動画を見ていただいてチャンネル登録ボタンを押していただいた方っていうのが大半でいらっしゃると思います、ね、まだまだ未熟な動画ではございますが、今後もどんどんね、クオリティを上げていきたいと思っております。まあ、50人突破ということでね、僕が動画を始めたきっかけっていうのがですね、まあ今ここにも来てますけど、もう何回か来てますけどね、瀬戸康史さんが上げてらっしゃった EOS70D の動画、見まして、まあもともとはカメラをね、やってたわけですよ。今使ってるのがこの EOS X50 っていうキャノンの一番下の一眼レフになるんですけど、まあちょっとステップアップのために 70D 買おうかなと思って、いろいろ調べていくうちに瀬戸さんの動画にたどり着いたと。でそこで見たのは 70D の紹介をする瀬戸さんの嬉しそうな動画、もう面白かったですね。そこからまあ瀬戸さんの編集の技術とかっていうのをね、動画としての編集の技術っていうのをね、だんだんと僕も知っていくうちに面白そうだなと思いまして、まあ始めた次第でございます。まあ、初めの頃はそういうのを勉強して出せればいいなと思ってただけだったんですけども、同時期に始められた方がね、何名かいらっしゃいまして、その中でやり取りしていく中で YouTube の中で人とのつながりっていうのがたくさん出てできたわけですよ。で今も絡んでくれる、YouTuber の皆様が、たくさんいらっしゃいます。新しい方もね、どんどん、動画を作ってみたいという方がね、増えております。動画って今そうやって人気がパッと出てるワイワイ楽しい系の動画の他にもですね、例えば僕が瀬戸さんともう一人心の師匠としている人が ABTV ネットワークさんという方がいらっしゃるんですが、この方はアニメーション CG アニメーションっていうのを主に使ってらっしゃって、まあ、ご自身も出れてらっしゃるんですが、そういった映像技術を駆使して、動画を楽しく見せようっていう、そういう方向性の方なんですよね。僕もどっちかっていうと面白いことができるというよりは、そういう技術をちょっと学びたいっていうところから始まってますんで、今後もね、いろいろやっていきたいなと思っております。今現在、僕が使ってるのは iMovie だったわけなんですけども、やっぱ iMovie だと結構限界がね、あるわけですね。まあ、とりあえずは使いこなして iMovie でどこまでできるかっていうのをやらないとっていうところがあったので、ずっとやってたわけですが、最近はね、かなり限界を感じてきましたので、 Adobe のプレミアと Apple のファイナルカットプロ、この体験版両方落としまして、ちょっといろいろやっております。で、結果今のところ僕に合っていると思うのはファイナルカットプロの方です。ファイナルカットプロの方が、まあ僕が使ってた iMovie に似てるっていうのもあるんですけど、僕はちょっとまあファイナルカットかなと今のところ考えてます。まあファイナルカットを使ってもっといろんなことをね、試していきたいなと思いますんで、今後のそういったね、動画の加工っていうところでね、いろいろやっていきたいと思いますので、そういうところ見ていただけると嬉しいかなと思います。でもしね、こういうのどうやってるんですかとか、そういうのあれば聞いていただければ、僕が知ってるところであれば即答できますし、じゃなければ、調べてね、ちょっと動画そういうのをね、どうやってやってるのかっていうのを動画にしてね、お見せできればなと思っておりますんで、まあ、コメント欄にね、ぜひコメントをしてみてください。はい、僕今普通の動画、まあ普通のっていうかね、商品レビューなり、食べ物レビューなり、そういうのを、まあ、メインでやってまして、あとは、取り歩き動画って言ってね、写真がやっぱり好きなので、写真を撮りに行った時とかの動画をね、アップしていきたいと思うので、まあお出かけの参考にとかしていただければいいのかなと思いますが、それとあとは、もう一つが
ゲーム実況、今のところマインクラフトと、前にポコロンダンジョンというねアプリのね、動画を上げさせていただいたんですけども、そんな感じの、まあ今のところ大きくはだから2種類ですね。2種類といろんなものをやってるっていうのと、テーマが決まってるのは2個なんですね。この2個をね、ちょっと定期的にできればいいなと思うんですが、ちょっと取り歩き動画に関してはね、休みに行ければっていうところがあるので、月に1本は絶対取り歩きを出そうかなと思います。もう1個、マインクラフトは週1回は必ず出すよというふうにしていきたいと思います。はい。これでね、週1回は絶対動画出しますし、月に1回は必ず取り歩き動画出てくるんで、計5本は獲得できたと。あとはいつもの思いついた時に撮れる動画っていうのはね、今のところね、ここ最近はね2日から3日に1回のペースで出せてますんで、今後もねこのペース守っていけたらなと思います。ちょっとね、他の同期の YouTuber さんたちが本当にどんどん上がっていくんでね、もうその努力の違いっていうんでしょうね、そういうことだと思います。なので僕もどんどんと努力して上に上がっていきたいと思いますんで、ルッキー動画をよろしくお願いいたします。